はいたい無数用中央がなびら、皆さんこんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田めぐみです。6月23日今年は雨の慰霊の日でしたね。平和の礎には傘を差して訪れる方もいらっしゃいましたし、また県内各地にある慰霊碑の前には、天気がいい時には日よけのためにテントを張るところも多いようですが、今年は雨のためにテントを張って祈りを捧げたというところも多かったようです。今年のように雨が降る年もあれば、照りつける太陽が眩しくて真っ青な青空が広がる、そんな年もありますよね。でもどんな時でも私たちは、あの戦で何があったのかを正しく語り継いで、そして二度と過ちを犯さないという誓いを新たにすること、平和な日々が全ての人に訪れるように努力を続けることの大切さ、そんなことを感じた慰霊の日でした。さあ、沖縄羅針盤、今日も5時までお届けいたします。どうぞお付き合いください。那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ、今週は座間味村村長の宮里悟さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです。宮里さんは1967年生まれ、座間味村のご出身です。大学を卒業後、民間企業勤務を経て1994年に座間味村役場へ。総務企画部門や産業振興部門を経験し、2009年の村長選挙で初当選。現在は4期目で、沖縄県離島振興協議会会長、沖縄県町村会副会長なども務めていらっしゃいます。今回は宮里村政の3期を振り返ってもらい、アフターコロナの観光についての課題もお聞きしています。それではどうぞ。3期12年の話を聞かせてください、はい。第 4次の総合計画、座間味村総合計画の、これが宮里村政だったなと見えてますけど、合ってますよね。そうですね、あれすごくいい計画です。はい、他の地域にとってのモデルにもなる、ありがとうございます、ことだなと思ってます。まずその最終年度に入ってるはずですよ、はいはい。宮里村政の3期とその総合計画の出来具合、はい、具合振り返って見てください。今回の計画は非常に、よくできていると思いますし、計画通りほぼほぼできていると思います。でこのよくできているというのはですね、私がよく作ったということではなくて、普通はだいたいコンサルタントが絡むんですね。この第4次の総合計画に関しましては、印刷製本以外は全部職員が作ってます。そうなんですか、はい、そこが一番ポイントだと思います。いくつかこの12年であったことを、はい、ポイントで僕が質問しますけどね。まずは国立公園に指定されたと、はい、これは大きかったでしょう。これはとっても大きいですね。あの座間味のケラマの海が全国から注目されるタイミングが来ましたね、はい、この10年、はい。これはその前振りがありましてですね、まずはリーマンショックとか、あるいは 3.11 で旅行に対する考え方といいますか、旅行者の足が止まってしまったというのは非常に大きかったですよね、うん。そこから観光客が、沖縄県自体もそうですが少なくなっていったと。ちょうどその頃に国立公園の話が出てきましたので、非常に大きかったのが一つ、この国立公園に関しても新規の見直しをするということをしていなかったんです、27年間。で27年ぶりに新規の指定をしましょうと言って、一番初めの新規指定がケラマ諸島国立公園だったというのは、いわゆる全国の地方紙の一面を飾りましたし、そういった意味では非常にインパクトが強かったと思います。実際にその訪れる客が増えるとか、はい、経済効果が上がるという手応えもどうでしたか。はい、ありました。実際に平成でいう24年ですが、一番少なくて6万9000人まで年間落ち込むんですね、観光客が。それから、3年後には9万人台、4年後にはもう10万人を突破しております。
6万人まで落ちることがあったんですか？ありました。私は確か15、6年前よく伺うことがあって、その時、はい、もう少しで10万だという数字だったはずですよね。はいはい、そうですね。そこから落ちていくことがあったんだ。私が平成21年に村長に就任しましたが、その年から観光客が減っていくんですね。で24年で6万9000まで落ち込むんですが、まあ、非常に厳しい状況を見ながら、まあ、それからの V 字回復だったということで非常によく覚えてます。あの時減っていった要因というのはあれはどういうふうに分析なさったんですか？やはりリーマンショックの次の 3.11 というところが非常に大きかったんじゃないかなと。沖縄観光全体との兼ね合 い、 いや沖縄観光全体はそれほど下がる、そこまで下がってはないんですよね。はい、あとはですね、円とドルの問題で海外に行かれるお客さんが非常に多くなったということも要因の一つだったかと思います。そうか、そういう意味では沖縄に来る観光客の中でも座間味、ケラマまで行く人はその海外との対比をしている人たち。そうですね、はい、実際に今といいますかコロナ禍の前はヨーロッパのお客さんが非常に多かったですからね。島の中の話もずっと言われてたことではあるんだけども、そのコロナ禍において顕在化したのが、はい、IT の活用ですよね、教育の場における ICT の活用、はい、これまさに待ったなしの状態になって、それをギガスクールという言葉に国が置き換えて推進しなさいなと、これ座間味ではどうなってますか？今も一生懸命やってるところなんですが、まあ、その前に一番大きかったのはこの10年現進行の中で沖縄県と連携をしながら光のケーブル、海底ケーブル敷設をしたこと、そしてそれと合わせて、光の面整備を各島々でできたことっていうのは、まあ、座間味に限らずですけどね、非常に大きかったと思います。これがなければなかなかこの IT を活用した教育環境だけではないんですけど、他のものもなかなかできなかったと思いますので、ここから飛躍的にいろいろなことができるようになってきたと思います。なるほど。この10年と振り返ってもらってるんですけども、はい、その国立公園の指定があったと、はい、で座間味、赤、ゲルマ、この通信環境が整備されて良くなったと、はい、があったと、はいはい、他にもこの次元でこの10年で良くなったんだという話を、ちっちゃな離島では高齢者福祉施設というのがなかなか作れないんですよね。やっぱり赤字を抱えてしまう、いわゆる社会福祉法人もなかなか離島にまでは進出をしてこれない環境があったんですが、まあ、一括交付金を活用することで、社会福祉法人が、私たちのようなちっちゃな島にも施設を解消してくれる、そうすることによって、島に少しでも長くいたいと思っている高齢者の方々が入れる環境ができた。でそれは、ショートステイもそうなんですけど、入れるだけではなくてその家族、高齢者の面倒を見る家族の負担軽減にもつながるわけですよね、うん、ですから双方にとって非常に良かったということで、高齢者福祉施策に対してもいいことができたと思います。それとやはり島チャビで一番大きな問題はさっきの福祉もそうですけど移動コストなんですよね、ですから船賃が高いのでなかなか沖縄本島に出れない、買い物にも行けない、通院するにもお金が高くて大変だと、交通費が高くて大変だというところに対しても沖縄県と連携をして船賃を安くしたり、あるいは離島で受けられない診療科目に関しては、船賃の助成をしましょうというようないろいろな施策をすることで、少しでも島に住みやすくすることができたということは大きかったと思います。住みやすい環境づくり、はい、課題も残ったという話があれば聞かせてください。うん、私が村長になるきっかけというのは非常に、行財政が厳しい状況の頃でした。まあ、その前は、平成の大合併があったりということで、うんうん、一番大きかったのは夕張の破綻がございましたね。あの時に座間味村がワースト5に入ってるんですね、全国の市町村の中で。そうでしたね、まあ、非常に厳しい状況の中で私も仕事をしていまして、その他もろもろゴミ問題とかいろいろな問題を抱えている座間味村からすると、まあ、行政不信というのが非常に村民の皆さんから大きかったんですね。ですからその村民からの行政不信を払拭したい、いわゆるマイナスをゼロにしたいというのが私の村長になる原点だったので、まあ、そこが一番改善できたのは良かったかなと思ってます。その払拭したいということの一番がその、まあ、財政的にちゃんと健全なものにするんだということだったというふうな理解でいいですか？はいはい、また山積も抱えまして山積の方も累積赤字が非常に大きくて、この山積をどう取り扱うかとかですね、まあ、いろいろな問題抱えてましたが一通り解決したとは思ってます。うん、一番大きな成果と言っていいですね、その財政を健全化したと、はい、
まあ、まだまだ道半ばと言ってもおかしくないところは多少あります。ただいわゆる財務省とかが言う財政指標、いろいろな指標がありますけど、それからするとですね、相当改善させていただきました。そうか。そして4期目に入って、はい、そして村としての計画、総合計画の次のバージョンを多分練る頃でしょう、はい、ちょっと未来論議をしましょう。ザマミのことを想像すると、うん、ザマミ島、赤島、ゲルマがあって、そしてお隣のトカシキがあって、はい、これはケラマと、うん、うちのあちはみんなそう言ってると、はい、僕北中の山の上に住んでましてね、朝起きると見えるんですよ、はい、宮田さん元気かなと思いますよ。あの美しさね、ケラマブルーという、どんな、うん、まあ、向こう10年、はい、宮田さんの構想を聞いてみましょう。そうですね、ちょっとこの10年先をどう見るかというのは非常に難しい部分がございます、うん、まずはですね、今どうしてもやらないといけないことは、まあ、去年過疎法をしっかりやってきたんですが、次期審議がどうなるかというところでですね、各全沖縄県の全41市町村の方向性がガラッと変わるんじゃないかなと実は思ってまして、まずこの今年度は、まあ、町村会の副会長もさせていただいておりますし、離島振興協議会の会長もしておりますので、まあ、そういった立場でまず次期審議をしっかりと沖縄が必要とする部分は、勝ち取っていく、まずそれをやることが次につながると思ってまして、うん、10年後なかなか今 見切れない状況の自分がいるというのが本音ですね。この10年、そうそう、うん、中のことをやるべきことをやってきたと、うん、はい、でこれからの10年は外部環境が大きく変わりそう、そこのことが大きく影響されるので、そこちゃんとやらなきゃいけないんだと、はい、こういうふうに聞こえますが、はい、もちろんそうだと思ってます、うん、しっかりと10年後見据えた、あるいは4年後見据えた行政運営しないといけないというのは重々承知してるんですけど、まあ、そこも思い描きながら目の前にある大きな、うん、ハードルをですねどう乗り越えるか、これは座間味村としてではなくて沖縄県41市町村、あまりにも大きな変化が待ってる、うん、待ってる、それに対応しなきゃいけない、そうです、島の中で議論してるだけでは対応できないんだということですな、はい、そうですね、だから10年後というよりは来年度の予算どう作るんだというところが僕は今一番とっても頭が悩ましているところです。今年から、まあ、来年にかけては沖縄が、南西諸島が世界遺産に自然がなっていくと、はい、僕は連動してると思ってるんですよ、はいはい、世界中から注目されるわけね、うん、それは世界自然遺産の指定ではないけども、もう一緒ですよね、うん、そうですね、うん、その流れを追い風として受ける施策がいると思っている、はい、そうですね、ヤンバルの森とね、うん、西表の森だけじゃないですから、はい、まあ、すでに国立公園に指定された時点で多くの外国人観光客がいらっしゃってます、うん、まあ、900人座間味村で言いますと930名ぐらいの人口なんですが、そこにまあコロナ禍以前で言いますと10万人の客が来ている、まあ、沖縄県で言いますと145万人から今150万県民になってますかね、うん、そこに1000万人ですから、人口あたり、人口1人当たりでいうと相当な数のお客さんが来る中で 15% がインバウンドで、日本でも沖縄でもそうなんですけど、観光の形態からするとそのうちの6割東アジアが占めるのは逆なんですね、島に来る人はそれ逆なんでね、インバウンドの中でも欧米のお客さんの方がむちゃくちゃ多いという状況もあって、ここにさらにこの、まあ、ザマミ、ケラマ諸島入りませんけど世界遺産にヤンバルあたりが入ってくるとですね、拍車がかかりますよね。そうですね、相乗効果は絶対出てくると思います、うん、国立公園の指定を機に環境省の予算で満喫プロジェクトという大きな、うん、事業がございます。これがまあ前年度で切れて、まあ、今年度またさらに更新しようと思っているんですが、それはいかに、日本の国立公園を、世界水準の国立公園のようにしてインバウンドの方々に国立公園を楽しんでもらおうというためのハード事業なんですね、まあ、それをしっかりと取らせていただいて、そのターゲットをどうするかといったときに、私たちはもう躊躇なくヨーロッパ、欧米をターゲットにしますということで、しっかりと欧米の方をターゲットにさせていただいています。その2年前まではずっとその計画を着々と進めていたわけですよね、うん、はい、まあ、去年と今年一回一休みして、はい、物歓迎する時間を作ったと思えばいいと思っているので、うん、はい、もう一回多分指導させるという状況をなさるんでしょう、はい、そうですね、まあ、将来的に戻ってくると思ってるんですが、うん、急激に増えてきたので、うん、まあ、自然環境を休ませながら、もう一度振り返って、将来の観光のあり方というのをしっかりと議論する時期ではもうあるのかなと思ってます。もう一個の文化の方に行きましょう。はい、僕はね、やっぱりザマミケラマのことを考えると沖縄としてはね、うん、
その戦争の辛い思いをしたということも、はい、これは後世に残していかなきゃいけないと。これどんなふうに捉えて、島の中では議論なさってますか。平和というキーワードではですね、やはり、米軍上陸第一歩の地であったということ、うん、そして確か400人余りでしたかね、はい、集団自決という大きな心の痛みも背負っておられると、はい、まあ、兵隊さん入れて1200名の方々が亡くなられたというふうに言われておりますが、そこはですね、いろいろな考え方あるかもしれませんが、平和というキーワードで言いますと、座間味村の立ち位置としてはしっかりと世界にこの平和の大切さというのを発信するのは、その行政としてもやるべき私たちのに課せられた仕事だと思ってますので、そこはしっかりやってきているつもりです。まあ、今回の神経の中の一括交付金を活用して平和未来プロジェクトということで戦績の整備をさせていただいたり、独自で今ご存命の方々の証言集を動画で撮って、それをまあそれ以外のものもですね含めてホームページとして立ち上げをさせていただいてます。これをこれからも県内だけ、村内だけではなくて県外あるいは世界に発信していく、これも私たち座間味村の責務としてしっかりやっていこうと思ってますし、現在も続けているところです。まあ、南西諸島のね、うん、こんな世界遺産になるような自然を我々は預かっているわけですけども、負の歴史を抱えている部分もあるわけで、はいはい、これもまた世界に発信する役割我々ありますよね。そうですね、きっかけは観光でもいいと思うんです、うん、国内外の方々が来た時に、まあ、ホームページも作ってますが、資料館みたいなのもちっちゃいんですけど作ってます。そこに足を運んでいただくことで、この自然が今ここにあるのはそういう過去もあったよということを知ってもらう、逆に来てくれる人が多いというのは発信をするチャンスでもあると思ってます。沖縄全体がそうであるように、はい、そのある種の象徴的な部分としての座間味がまたあっていいと思っている。そうですね、はい、で大自然をぜひ次の10年追い風にフォローの風に受けてくださいね。ありがとうございます。もうしっかりとやっていきたいと思っています。ターゲットとしているのは欧米からのお客様。確かに私もヨーロッパから沖縄を訪れる演劇人の方が、オフになったらとにかくケラマの海で泳ぎたいというリクエスト何度も聞いたことがあります。フェリーとか宿の予約のお手伝いをねしたことが何度もありますけれども、ケラマの海って本当に綺麗ですよね。こうした豊かな自然だけではなく、また平和というキーワードで戦績の整備や体験を伝えていく独自の取り組みもなさっているんですね。世界レベルの国立公園で世界中のお客様をお迎えする、コロナ後に備えて準備が進められているようです。島田さんはお話を終えて、宮里さんの村政運営の特徴の一つはご本人の分かりやすい言葉での情報発信、これから島の情報がますます重要になっていきますというコメントでした。今週のコーラルラウンジは座間味村村長の宮里悟さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田勝也さんのおしゃべりでした。お二人のトークはまだまだ続きます。来週も引き続きコーラルラウンジに宮里さんをお迎えします。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです。今年の慰霊の日、糸満市摩文仁にある平和記念公園で行われた沖縄全戦没者追悼式、まあコロナ禍ということもあって例年より規模を縮小して、参加人数も大幅に絞って開催ということになりましたけれども、その中で毎年恒例となっている平和の詩の朗読がありました。今年は宮古島市の中学校2年生上原美春さんのミルク湯の歌が朗読されました。美春さんのねお姉さんも4年前に詩を朗読したということで、姉妹で素晴らしいですね。美春さんは地元の合唱団員として追悼式で歌うこともあるということで、詩の朗読の中で歌声もね披露してくれました。歌われたのは大好きなおじいちゃんが三線をね弾きながら歌ってくれるという、宮古民謡の法然の歌の一節です。
ミルクユヌナウラバユヤナウレ、平和な世がやってきてみんなの暮らしが良くなりますようにという都民謡、その歌に続く言葉がとても力強いなと感じました。平和な世界は私たちが作るのだ、ミルクユを作るのはここにいる私たちだという詩でした。年々沖縄戦を体験された方が減っていって、沖縄戦を語り継いでいくことの難しさが言われていますけれども、私は三春さんの力強い詩を聞いていて、バトンを受け取った私たちが今度は語り継いでいく番だ、平和な世の中を作っていく役割が私たちにはあるんだと、そんなことを感じました。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした。ラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っています。スマートフォンやパソコンでのリアルタイム聴取のほか、1週間の振り返り聴取も可能です。さらに沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信しています。こちらはラジオ沖縄のホームページからアクセスしていつでもお楽しみいただけます。また沖縄羅針盤のホームページでは番組情報の発信のほか、私富田めぐみとコーラルラウンジ常連客の島田勝也さんのフェイスブックへもリンクしておりますので、お時間のあるときにぜひこちらもご覧ください。沖縄羅針盤、今週も最後までお付き合いいただきまして、一平二平デービル、そろそろお別れの時間です。パーソナリティは富田めぐみでした。それではまた来週。